だがやはり妙だ。この静けさは普通じゃない。よし、これでおしまい。じゃないみたい。この揺れ、この地響き、読めたぞ。敵は恐ろしく巨大で怪力だ。さらに言うなら、一つ目で頭に角の生えた青い魔物だ。それってまさか。ギガンテクス。危ない、お下がりください。クリスト、肩借りるわよ。なぜあんな危ないことを。ほら、魔物がこっちを見ましたよ。大丈夫よ、あんなやつ私がやっつけてやるわ。姫様、またそんな無茶を。相手はギガンテスですよ。とてつもなく大きいんですよ。ただでっかいだけじゃない。それともクリフトは私があれにやられちゃうほど弱いって言いたいの？そういうことではありません。姫様のお力は重々承知しております。おりますが、しかし私たちもあの魔物と戦おうって思ってるんだけど。あなたもあのでっかいのと？それじゃあ一緒に頑張りましょう。私アリーナ、よろしくね。ほら、行くわよ。もたもたしてると町が全部壊されちゃうわ。姫様、お待ちください。お一人で前に出られては危険です。かっこいい。あんなに強い女の子がいるなんて。よし、私も負けてらんない。ほら、行くわよ。アリーナたちに協力しなくっちゃ。クリフトか。あいつもいろいろと苦労が多そうだな。ギガンテス、このアリーナと勝負よ。姫様、お下がりください。危険です。あらあら、かなりのお電波さんね。お月の彼も大変そう。でも戦うお姫様って素敵じゃない。よし、私も頑張ろうっと。ギガンテス、この私と勝負よ。やれやれ、どうやらすっかり影響されたようだな。闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むにはまず弱点を見極めるのだ。ギガ
津波を。このままでは町全体が危険ですわ。一刻も早く倒さなくては。こんなところで負けてらんないわ。そう、サントハイムからいらしたの。はい。でも私が知る限り、そういう名前の町はこの世界に存在しないわ。では私たちは別の世界に迷い込んでしまったと。落ち着いてよクリフト。とにかく私たちが追いかけてる泥棒がこの世界にいることは確かなんだから。しかし姫様の身にもしものことがあっては、このクリフト、いや、お父上。そんなことより、あの魔物たちはどうしてこんなことになっちゃってるの？つい最近まで私たち魔物と仲良くやっていたのよ。でもそれが急に人を襲い始めたの。私たちのいた王都もすごい騒ぎになって。なんとか危機は出したけどな。だがこの町でも同じことが起こっていた。魔物たちの異変は広がっていると見て良さそうだ。ならばこうしてはおれん。一刻も早く他の町にも救援に向かわねば。はい。ねえクリフト、
私たちもこの人たちについていくっていうのはどうかしら。姫様？うん、そうよ、それがいいわ。この人たちと一緒にいろんな町を回れば泥棒の手がかりも見つかるかもしれないもの。うん。せっかく姫様と二人きりだったのに。よいぞよいぞ、そなたらのような勇ましき者たちが仲間となれば皆心強いだろう。本当？よかった。部屋が急に震え出したようですが、これは一体。リルク様、ご出立の準備は整いましたわ。長年そなたが研究していたものがついに完成したのじゃな。はい、リルク様。わかりました。ん？さすがじゃ。よーし。